妨害を鳴らすかどうか。ウルコンさんミュート。殺すぞザム。はい、もしもし、チク、はい、チクさん、あれチク、あら上がってきて、ちょっと血糖値が上がってきて、僕も倒しますよ。じゃあ、はいはい、はい、分かりました、お願いします。怖いタイプの関西弁。うん、妨害を鳴らすかどうか。ウルコンさんミュート。妨害を鳴らすかどうか。ウルコンさんミュート。あ、でも大丈夫だよ。はい、ありがとうございます。はいはい、失礼しました。聞こえなかったということでいいね。うん、私も聞こえなかった。でも別に大丈夫です。僕も何も聞いてないよ。はい、聞いてない。大丈夫です。あの、聞いてない。これでいきましょう。ありがとうございます。聞いてましたか？ゴミ捨ててたよね。うん、あれ、なんか登場した？今言ってたんだけど、あれ？なんだろう。いや、なんでもないです。あの、ナミちゃんが上に行って死体見つけてたんですけど。いや、なるほど。もうバブさんがかなり有力な証言を今してくれてる。結構、うん、なるほど。あの、に近い。なるほどね。だいぶ浮いてきたの、今まで。ちょっと待って。なるほどね。あの、だいぶ、そうですね。歴戦の戦士たちが少しずつ集まってくるよ。確かに。あのね、まとめるとね。え、どうしました、なんか。じゃあ、あの、これ、俺に入れてるってこと。じゃあ、俺、ちょっとその内容的に、あの、そう、妨害を鳴らしてくるかどうかっていう話をしたんで、やだ、違ったんだ、危ないよ、ほんまに。あれ、あれ、これ、なんで、これ、誰かに、ちょっと待って、あの、誰か、マジで、あの、村人、マジで二人いるから、ちょっとマジで気付けて、これは、ほんまに。なんでフルコンさんなの、わかんない。EXAN さん、大変申し訳ございませんでした。これは妨害やな。大変あれね、もいろいろたくさん検討いただいたのに、誠に申し訳ございませんでした。イグザムさん、および僕ね、ここの途中なんですけど、何やってんだこいつって言ってた。まあそれはね、それはね、あれはね、一番最初に投票したのザムだったから。あ、俺もう無理だ。おかげで分かんなかった、ザムさんだって。分かんなかった、分かんなかった。本当に大変申し訳ございません。おもろい。今後はもっとね、精進してザムさんをね、サポートできるように頑張っていこうと思いますので。初歩的なミスはちょっと良くないと思うんで、あの、やってもらえると。ザムさんのところに申し訳ございませんってうちに言ってたよ。頑張りましょう。頑張りましょう。お願いします。行くぜ。グレンベールの墓、死んだ犬の酒場にて、新パーク出世街道を生かしていきたいなと思います。そしてその他のパークは、どうした、雰囲気ミュートなったですよ。あー、恥ずかしい。恥ずかしい。みんなに解説を飛んでた。あ、出ちゃった。うん、うん、さて次行くべ。いや、ツインズはセルケアいるな。ちゃんとした構成でいかんと結構きついね。ああ、確かにね。うん、確かにそうかも。古川さん、僕まだ撮ってるんですけど、ちょっと、うん、ああ、ごめんごめん。めちゃくちゃ後ろでオーディオコメンタリー流れてきてびっくりした。
録画してる。今の使うんすか。いや最初だっておもろかったもんだって。ああ最初おもろかったな。マイク切り忘れ。うん。ちょっと最初と最後よ。最後の方がめちゃくちゃ面白い。降りてねえ。